アウリスのイピゲネエアは古代ギリシアのエウリピデスによるギリシア悲劇の一つ。紀元前408年からエウリピデス死去の紀元前406年の間に書か,かれ、最初はバッコスの神女、エウリピデスの子もしくは老いの小エウリピデス作、コリントスのアルクマイオーンと共に三部作として上演され、アテナイのディオニューシア祭りで優勝している。アウリスのイピゲネエアは トロイア戦争ギリシャ軍装大将のアガメムノーンを狂言回しとする。アガメムノーンが娘、イーピゲネイアを生贄に捧げると決意したのは、女神、アルテミスの怒りを和らげて、戦乱を出発させ、タイトロイア戦で自軍の名誉を保つためであった。イーピゲネイアの運命をめぐってアガメムノーンとアキレウスは対立し、この対立は、長編詩イーリアス冒頭でも描かれている。 主要な登場人物を描く木は、エウリピデスは、劇的効果を狙って、イロニーを多用している。ギリシア軍は、トロイアへの出航準備を済ませて、ボイオティアのアウリス港で待機していたが、風がぴたりと止んだため果たせずにいた。カルカースに占わせた結果、これは単なる気象異常ではなく、女神、アルテミスの意志によるものだとわかる。アガメムノーンが女神の激輪に触れたため、 女神は風を止めたのである。カルカースは将軍に、女神の怒りを和らげるためには、アガメムノーンは、長女、イーピゲネイアをイケニエに捧げなくてはならないと告げる。アガメムノーンは、恐怖したが、浜に集められた兵士たちは鬱屈しており、このままでは、反乱が起きる、可能性が高まっていたため、決断せざるを得なくなる。アガメムノーンは、妻のクルタイムネストラーに伝令を送り、 戦に出立する前に、ギリシア軍兵士のアキレウスとイーピゲネエアを結婚させると言って、娘をアウリスに呼び寄せる。劇の冒頭、イケニエの件について考え直したアガメムノオンは、妻に再び手紙を書き送って、一通目の手紙を無視するように伝える。しかし妻のクリュタイムネストラーは、彼の弟メネラーオスの計り事により、実際に手紙を受け取ることはなかった。 メネラーオスは、兄の心がありに納得していなかったのである。トロイ王子パリスと逃避行に及んだメネラーオスの妻、ヘレネーを奪還するのが戦争の主目的であったが、メネラーオスにとっては単に個人的な打撃だけでは、すまない事態であった。兵卒が予言に気づき、自軍の将軍が兵士としての誇りより家族を選んだと、知れば、反逆、ひいては、ギリシア指導者の地位失脚につながる恐れを、 感じていたからである。兄弟はこの問題について議論し、表面的には和解した。メネラーオスは、名を見殺しにするよりは、キリシア軍を解散させる方が良いと信じていたが、アガメムノーンは犠牲を払わなければ兵卒が、アルゴスの事情を襲って、家族全滅させられるだろうと恐れ、生けの決心を固めていた。この段階で、 クルタイム・ニエストラーはすでにイーピゲネアとオレステースの指定を連れてアウリスに向けて旅の途上にあり、事態は混迷を深めてゆく。イーピゲネアはギリシア軍の偉大な英雄との結婚をほのめかされて胸をときめかせていた。しかし彼女ら母こと花婿候補はすぐに真実に気づかされた。アガメムノーンの策略に利用されて激怒したアキレウスは最初、 罪のない少女を救うことよりも、自分自身の名誉に重きを置いて、イーピゲネアを救うと誓う。しかし、彼がイケニエに反対して、ギリシア軍を動かそうとして、初めて、自分直属のミルミドーン部隊を、はじめ、全ギリシア軍が、アガメムノーンのイケニエ実行を望んでいることに気づき、かろうじて石打ちから逃れる。クルタイムネーストラーとイーピゲネアは、 考え直すようアガメムノーンを説得しようとしたが、アガメムノーンは他に選択肢はないと感じていた。アキレウスは、イーヴゲネイアを力づくで、救い出そうとしていたが、イーヴゲネイアは逃げ延びる術はないことを理解しており、せんないことで、自身の人生を投げ出さぬようアキレウスに懇願する。母親の抗議とアキレウスの称賛の中、イーヴゲネイアは、生贄にになることを承諾し、 泣き叫びながら、祭壇に引きずり出されていくよりもギリシア軍を救う、英雄として堂々と死ぬことを望む。アルテミスに捧げる参加に導かれてイーペゲネアは死に赴もむき、母であるクルタイムネストラーは反狂乱に陥るが、この事件は数年後のクルタイムネストラーによる夫殺し、オレステースによる母殺しへとつながっていく。写本を見る限り、 劇の終末に連霊が現れて、イーピゲネーアは祭壇の上でしかと入れ替わったと告げる。しかし通常これはエウリピデスの原作通りではないとみなされている。残された劇の断片によれば、アルテミスが現れて、クルタイムニストラーを慰め、最終的に娘は生贄に捧げられてはいないことを保証するのだが、このラストシーンが仮にあったのだとしても、幻想はしていない。 ありがとうございます。